カプノサイトファーガカニモルサスは、通性研究生グラム陰性の肝菌で、人獣共通感染症の病原体である。犬や猫の健康な歯肉の細菌層の、抗生細菌である。学名は、キャプネスイターファガカナムオスス。俗名のキャプネスイターファガは、二酸化炭素を要求することと、サイターファガ俗に禁煙と考えられたことから、カッパールファーパイニューサイターファガに由来し、 主形用語カナモオススは、全体として、犬による髪傷モオススを意味し、犬の交渉によって感染することから名付けられた。主に犬や猫などによる交渉、相症から感染し、発熱、倦怠感、腹痛、吐き気、頭痛などの症状を伴う。重症例では、激症の敗血症や、髄膜炎を引き起こし、破腫性血管内凝固症候群や、敗血性ショック、 多臓器不全に進行して死に至ることがある。脾臓的出者がかかりやすく、免疫機能の低下が重症化につながりやすい。動物との過度の触れ合いは避け、動物と触れ合った後は、手洗いなどを確実に実行することが、厚生労働省により推奨されている。患者の体液を培養し、管理、同定するか PCR を用いて検査する。有効な抗生物質には、 ペニシリン系やテトラサイクリン系がある。中には、ベータ・ラクタマーゼを産生する耐性菌もあり、ペニシリンを含むベータ・ラクタム系抗生物質を使用する場合には、クラブラン酸やスルバクタム等のベータ、ラクタマーゼ阻害剤との合剤を用いる方が良いと、される。国立感染症研究所獣医科学部大医室、ありがとうございます。